どうした？ごめん、守り。舞子さんからトピックが。バリーさんが急に守りが連鎮をやっていることに反対するようになったと。でもあんなに好きだったのにどうして急に。それは私がちょっとだけ歌の仕事がしたいって言っちゃったから。その一言で火がついたってわけか。それで守りはどうしたいの？それは、その、歌が歌いたい。それは本当ですけど、だからってマモリンをやりたくないわけじゃないんです。今の私があるのは、マモリンのおかげでもあるから。はじめはマモリンも、大人に言われたからやってただけだったんです。でも、やっていくうちに、ファンやスタッフの皆さんに、他ならぬおじちゃんに褒めてもらえて、マモリもいいかなって思えるようになったんです。じゃあバリーさんの早とちりってこと？そうじゃないんです。おじちゃんは私のことを守ろうとしてくれたんです。私がいつも自分に自信がなくて考えていることを伝えられないから、だからおじちゃんが代わりに。そうだったんだ。私いつもおじちゃんに守ってもらってばっかりです。だから五木さん、私強くなりたい。誰かに守られるんじゃなくて、自分の考えをしっかり伝えられる強さが、自信が欲しいのです。自信か。一体どうすれば。私に策があります。ローガさん、守り、ブルームパレスに来てください。詳しい話はそこで。どういうこと？もしかしたら五木殿にもご助力願うかもしれません。わかった、協力するよ。ではブルームパレスに行ってきます。大丈夫だよ、チキ。ヤシロも仲間になったんだ。
そっか、仲良しになったんだね。よろしくね、ヤシロお兄ちゃん。本当に覚えて、いや、いい。あの時はすまなかったな。これからよろしく頼む。作れるようになったよ。新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。パフォーマーが揃っていれば作れるよ。試してみてね。それじゃあユニティするよ。行くよ、カルネージユニティ。俺に力を貸してくれ。今作ったカルネージ、これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ、カルネージユニティ。決めてみせるよ。今作ったカルネージ、これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ、カルネージユニティ。カルネージフォーム。今作ったカルネージ、それじゃあユニティするよ。行くよ、カルネージユニティ。蹴散らすわよ。今作ったカルネージ、
場にご用は？これでいいかな？それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。クロム、いつけ。やったな。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。シーダ、翼、それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。ソリュギリア。大成功。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。ソーダさん、守り、せーの。すごいです。すごいですね。それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。ナバール、ヤシロ。
アメージング。なるほどな。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。ナバール、ヤシロ。やったな。当然の結果。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。いくよ。レディアントユニティ。ナバール、ヤシロ。アメージング。なるほどな。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。ナバール、ヤシロ。やったな。当然の結果。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。いくよ。レディアントユニティ。ナバール、ヤシロ。アメージング。なるほどな。次はどうしよっか。パフォーマーが集まったらまた。ありがとうございます。なんだ。ヤシロのことでちょっと聞きたいことがあるんだ。うん。それで何が聞きたい。なんで急に仲間になってくれたのかなって。監督に取り付いたミラージュを倒したのがきっかけだとは思うんだけど。ヤシロお兄ちゃん、あんまりおしゃべりしないからね。ヤシロはお前を気にしていた。俺？自分とは違うやり方で高みを目指す。ここ俺はなく、仲間を導き、仲間と共に成長していく姿。導いてるつもりはないけど、俺もみんなに助けてもらってるし。素人であった檻で翼の力を引き上げたことに
ヤシロは驚いていた。そしてヤシロはお前たちを試し、お前たちは力を示した。それはヤシロが今まで知らなかった力のあり方だった。だからフォルトナに来てくれた。ああ、お前たちのあり方を認め、可能性を見出したからな。もういいか。ああ、教えてくれてありがとう。ヤシロお兄ちゃんとナバールってちょっと似てるよね。ああ、そうかも。いいかな。すごい。ここにそのミラージュが現れるのか。ええ、私が尊敬する強力なジェネラル、ロレンス殿です。戦術の探索の際、この辺りでその気配を察知したのです。彼ほどのジェネラルなら守りに何か有効な助言を与えられるかもしれません。覚えているんだ。ええ、おぼろげにではありますが、どうやら強く影響を受けた存在の記憶はなかなか消えないようです。なるほど。しかしロレンス殿は呪いにかけられ敵の手に落ちています。それを救い出せばいいというわけか。イツキさん頑張ろう、守り。大丈夫、俺たちがついてる。はい。
やはりあなたであったか。ロレンス殿、どうか正気にお戻りください。私の記憶にあるあなたは国を思い民を思いやる名将だったはず。それがどうして。国、そして民か。空虚なものよ。かつての私はなぜそのようなものに心を煩わせていたのだろうな。だが今の私には愉悦がある。枷を解かれた力を存分に振るうこの愉悦が、お前たちのパフォーマーをいただくぞ。そしてさらなる力で全てを破壊してやる。この世界の国も民も。やるしかない。守りの力で彼を正気に戻すんだよ。守りならやれる。自信を持って。大丈夫、俺たちがついてる。いつきさん、はい、行きます。全力を尽くしましょう、マスター。源守りです。何もかも空虚なものよ。俺の前に立ちふさがる。聞くかどうかわからんな。試練一戦。見抜けないと思ったか。行きます。一輝さん、次は俺が任せだ。絶対決めるね。続いてください。援護、行くわ。どうだ、ナイスコンビネーション。次に頼むぜ。続くわ。そんなもんでしょ。いつき、必ず奴らを止めるぞ。了解。ファンタスティック、頼んだぞ。ヘロム、運命を超える。ついてこい。私だって。おりゃ、続くわ。よろしく。私だって。どうなの。つないであげる。やったわ。ロレンス殿、絶対に助けましょう。いいね、セッション、いける。冷たいですよ。なりました。始めよう、今だ。次は作ったわ。もう一つおまけ。この隙にグッ。いけるわね。任せろ。やり、倒されてください。いつでもいいぞ。冷たいですよ。俺から行く、任せだ。任せて。続いてください。つないであげる。任せなさい。まだまだ。ギャリ、止めよ。事件解決ですね。俺の技、今の五木なら使いこなせる。
やったな。うん、この力があなたを守ります。いいですか？いいですか？我が力、受け取れ。やったな。いいか？この力、受け取って、翼。いいかしら？いいかしら？俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか？いいか？私の秘術、キリアだけに。やったわね。私は何を。ロレンス殿、よかった、ご無事ですか。そうか、この娘が私の呪いをお前たちにも手間をかけさせたな。あのロレンスさん、この子に助言してあげてほしいんです。自分に自信が持てないって悩んでいるんです。名将と呼ばれたあなたなら。少女よ、名は。守り、そなたは力で勝る私を打ち破った。すでにその小さき体に十分な勇気を宿しておる。この老いぼれの助言なぞ不要であろう。だがあえて言うなら、そなたは他人の顔色を伺いすぎる嫌いがあるようだな。素直に己の心のままにやるがよい。それが子供の特権でもある。はい、ありがとうございます、ロレンスさん。やったね、守り。私にもできるんですね。何かつかめた気がします。やりましたね、守り。いつきさんたちのおかげです。ありがとうございました。どうやら少し力を使いすぎたようだ。私はしばしこの地にとどまり、貴公らを見守るとしよう。さらばだ、小さき、そして強き戦士よ。いつきさん、
私、おじちゃんに話してみます。自分の言葉で。ああ、今の守りだったらバリーさんにうまく伝えられると思う。はい。ミラクルステージブルームパレスへようこそ。新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。パフォーマーが揃っていれば作れるよ。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ、ドーガさん、守り、せーの、きちんと自分の思いを伝えることができたようですね、守り。うん、おじちゃんも喜んでくれたよ。私が自分の言葉でちゃんと伝えられたこと。泣くほど嬉しかったようですね。まあ、あの人の愛はいささか深すぎますから。でも、今度のことはドーガさんやイツキさんが手伝ってくれたお金だよ。私、自分に自信が持てるようになりました。守りは元から強さをその身に秘めていたのですね。今のあなたならもっと良い守りができるはずです。
変わりましたね。今までで一番いい守りです。とても生き生きしてます。私は彼女の可能性を閉ざしてしまうところだったのかもしれません。バリーさん、後のことは任せます。お疲れ様です。あれ、おじちゃんどこ行くの？お、おう、一緒に帰ろうって約束しました。一緒じゃなきゃ嫌です。いいんじゃないですか。うん、よくわからないけど私もいいと思います。やはり守りは本物の天使です。天使が実在するということは神もいるのです。はい、証明終了。あ、外で待ってます。変なおじちゃん。改めてお疲れ様。どうだった？はい、今までで一番よくできたような気がします。そっか。あの時いつきさんが私に力を貸してくれたから、だから自信を持つことができたんです。でも私、今度はいつきさんに頼ってしまったのでしょうか。悪いことじゃないよ。頼って頼られて守って守られるのが仲間なんだから。いつきさん。それにロレンスさんを正気に戻せたのは事実だし、その結果もこうして出てる。自信を持っていいはずだ。はい、私これからも頑張ります。ふつつか者ですが見守っていてください。それじゃそろそろ行こうか。バリーさんも待ってるし。変更？はい、実はこの間の収録の時にとても良くなったってプロデューサーさんに褒めていただいたんです。守り頑張ったもんな。
それでですね、今の君ならやれるってことでミニドラマをやろうって言い出して。ミニドラマ？はい、アモリにはお姉ちゃんがいて、彼女のためにお料理をしてあげるという設定らしいんです。それでどうして困ってるんだ？それが次の収録からなんです。急に妹って言われても、私一人っ子だし、うまく役作りができないんです。妹練習だね。うちには年上の女の人がいっぱいいるだろ。みんなに特訓を付き合ってもらえばいいんじゃないか。なるほど。でも誰がいいんでしょうか。バサとか一応年上だし、一応。月さん、なんだか投げやりです。うん、自分で言ってて翼はちょっと違うかなって思った。どう考えても守りの方がしっかりしてるし、翼はあれって柄じゃないしね。私はノーコメントです。まさかの舞子さんで。本当にまさかです。どうかな、あえてのチョイスなんだけど。あー、でも舞子さんってどちらかというと、お母さんっぽい気がします。確かに。ダメか。エリーは抜けてるところはあるけど、意外としっかりしてるし、それに結構面倒見もいいから、エリーって意外と姉貴質。そうかもしれません。さすがは五木さんです。よく見ています。そうかな。うん、なんだかうまくいきそうな気がしてきました。ではレッスン場で早速特訓です。私、エリーさんにお願いしてみます。んで、私に声がかかったってわけ？はい。しょうがないわね。付き合ってあげるわ。可愛い守りのためだもんね。すでに姉っぽい。ちゃかさないでよ。しょうがないでしょ。私リアル姉貴なんだから。そうなんですか？下に弟が3人もいるのよ。子憎たらしい弟たちがね。なるほど、納得。それじゃあ始めましょう。
この場合だとエチュードをやるのが良さそうね。エチュードって？即興劇のこと。シチュエーションだけ決めて、あとは演者が即興で演技をしながらお話を作っていくの。私が妹役で、エリーさんがお姉ちゃん役ですね。シチュエーションは、そうね、姉妹で一緒にお買い物とかどうかしら。面白そうです。緊張しますけど頑張ります。大丈夫よ守り、お稽古なんだから楽にやりましょう。はい、エリーさん。違うでしょ。うわ、はい、お姉ちゃん。それじゃ始めるわよ。守り、な、何？お姉ちゃん。私これから晩ご飯の買い物行くけど、守りはどうする？連れて行ってもらいなさい。お姉ちゃん、私も一緒にお買い物行きたい。いいわよ、荷物運ぶの手伝ってね。はい。うん、いい感じだ。他に買うものは、お菓子をねだるんだよ。お姉ちゃん、私お菓子欲しい。お菓子？さっき買ったけど。チョコがいい。お姉ちゃんいつもサラダせんべいなんだもん。しょうがないわね。それじゃ100円までだからね。だいぶ姉妹らしくなってきたと思う。いっぱい買ったね。今日は守りが荷物持ってくれたから助かっちゃった。ご褒美にアイス食べていこっか。魅力で喜ぶんだよ。やったー、アイスクリーム大好き。お姉ちゃんも大好き。じゃあ二人で別々のを頼みましょう。お姉ちゃんと一緒がいい。別々のだと二人で味見できるでしょ。晩ご飯は私が作るね。何を作ってくれるのかな。それはもちろん、レンジでジンのポムカレー。うんうん。こんな感じでどうかしら。守り、どう？なんだか不思議な気持ちです。お父さんやお母さんとも違って、こうして甘えられるっていう感じが。お友達のようだけど、そうでない。これが妹の気持ちというものなのですね。
やったね、守り。ありがとうございます、いつきさん、お姉ちゃん。もういいってば。レディアントスキルが作れるようになったよ。パフォーマーが揃っていれば作れるよ。試してみてね。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。レディアントユニティ、トーガさん、守り、せーの、の件で私はホッとしている部分もあるのです。どういうことですか？はい、守りはしっかりしすぎている。私は常々そう思っていました。そうかな。ですが今回の特訓を通して年齢相応の等身大の守りが見えた気がします。そういう意味では今回の特訓非常に意義深いものでした。心なしか以前よりも肩の力が抜けたような気がします。今の守りならきっとこれまでよりも良い演技ができるはず。ありがとう、トーガさん。お腹すいたよ。お姉ちゃん、お昼ご飯食べたばっかりでしょ。何か美味しいおやつを作ってよ。しょうがないな、お姉ちゃんは。それじゃあたい焼きを作ってあげるね。時間かかるんじゃないの。大丈夫だよお姉ちゃん。電子レンジとラップ、それからこれ、レンジで1分、プロの味、プレミアム冷凍たい焼きがあればすぐだよ、お姉ちゃん。早くして、守り。私、お腹が空きすぎて爆発しそうよ。大変、急いで作らなきゃ。それじゃあ、今日も行くよ。心の温め、スイッチオン。お疲れ、守り。おい、月、あんた来てたのね。お疲れ、二人とも。
しかし驚いたわよ。マイコから急にレンチンに出なさいって言われた時は。火にテコ入れ返しって言ってましたね、マイコさん。大丈夫だったのかしら。お姉ちゃんが実はハーフだったって結構奥行き感じさせる設定じゃない。そういえばそうですね。誰も気づいてなかったみたいです。それだけ二人がしっくりきてたってことだよ。はい、エリーさんは最高のお姉ちゃんです。さすが女優さんはすごいなって思いました。そうかしら。まあハリウッド目指してるからね、このくらいは何でもないわ。ところでエリーさん、私はどうでしたか。ちゃんと妹らしく振る舞えたでしょうか。もうバッチリよね、イツキ。見ていて和んだよ。本当にいい姉妹だった。本当ですか。よかった。妹がいるってこういう気持ちなんだって、私の方もいい経験になったわ。ありがとう、守り。こちらこそです、エリーさん。それにイツキさんにも。そんな、俺は何もしてないよ。守りが頑張ったんだ。いいえ、特訓の時にイツキさんがアドバイスしてくれたから今回の守りもうまくいったんです。だからありがとうございます、イツキさん。イツキさんはなんだかお兄ちゃんみたいですね。えイツキさん、ちょっとお兄ちゃんって呼んでみてもいいですか。いいよ。いつもありがとう、お兄ちゃん。キリアさん、私がキリアの仕事を間違えて取っちゃってね。まあとりあえずってことで企画書を見せたら急にこうなっちゃったのよ。どんな仕事なんですか。それがね、アブソリュートかわいいっていう深夜番組なんだけど、キリアがかわいい着ぐるみ着て番組の MC をやることになっちゃって。イツキくん、なんとかあの子眺めてくれない。キャンセルならキャンセルで構わないし。キリアさん、殺すわ。あなたを殺して私も殺して、マイコは当然殺して、特に理由はないけどトーマも殺すわ。落ち着いてくださいキリアさん。
みんな殺すわ。見苦しいところを見せたわね。一体どうしたんですか急に。ダメなのよ。私こういうふわふわもこもこしたものが見てると我慢できなくなっちゃうの。気持ち悪いでしょ。逆にいいです。ギャップがあって親しみやすいし別に変じゃないと思います。本当に本当にそう思う？はい。私、子供の頃からああいう可愛いものが大好きだったのよ。お洋服もフリフリしたのばっかり着てたしね。だけど成長するにつれて身長は伸び、顔つきは鋭くなって、だんだんそういうのが似合わなくなっていったわ。ある日ね、言われたのよ。仲の良かった友達から気持ち悪いって。その一言が今日までずっとしこりのように残っているのよ。そんな。そんなことがあったからね、似合わないことは全部やめたわ。本当に似合っているのか、他人の目を気にして生きているうちにクールなキリアの出来上がり。これは可愛いものが好きな私が確かに生きていたっていう証なの。だから片身。無理に押し殺してるせいかな。たまにさっきみたいに発作が起こるのよ。完全に不意打ちだったわ。あんな醜態二度と許されない。こんな思いを抱えるくらいなら未練も思いも壊してしまった方がいい。だから、いつき、付き合ってほしい場所があるの。付き合ってほしい場所？後で連絡するから、待ってて。ここよ。ここに現れる可愛いモンスターを絶滅させるの。正気？あの子、いや、あいつの可愛さが私の心をかき乱すの。
一匹残らず倒せればきっと過去の自分と決別できるはず。いろいろ破綻しているわよ。あなた随分病んでいるわね。うるさい、行くわよ。俺の剣技見せてやる。蹴散らしてくれ。いつでもいいぞ。俺の剣技見せてやる。続いてください。お待たせしました。おお、次続くわ。翼上出来だ。セッションで攻めるぞ。落ちろ。ここか。ついてこい。やれ。私だって。今です。次いただき、繋いでくれ。絶対決めるね。気づいてください。続くわ。キリア、繋いであげる。フィニッシュ。お疲れ、みんな。敵が現れた。そんなに死にたいのか。
よし、くらえ。どうさめない。ついてきて。この日を逃すな。パスで任せろ。次頼むぜ。もう一つおまけ。この隙に私も行ってグッ。上手か。成長してるはず。承知。落ちろ。やった。ついてこい。つなげ。私だって。ローラさん。おりゃ。スクエラー。任せて。お願い。私も。次。援護。行くわ。ラストワン。お疲れ、みんな。俺の邪魔をするな。それで弱点を攻めろ。これならどうだ。始めよう。なぜか続きます。今です。まだまだ絶対決めるね。今だよ。もう一撃。次援護行くわ。肩慣らしな。Thank you.
俺の技、今の樹なら使いこなせる。どうした？邪魔をするな。セッション、行ける。これならどうだ。ファンタスティック。俺から行く。次、続きます。お待たせしました。次、いただき。つないでくれ。もう一つおまけ。どうぞ、こう。ユニ、行って。グッ。ラストワン。上出来だ。私の秘術、キリアだけに。敵だ、不意打ちに気をつけろ。抜かりはないか。愚問だな。セッション、行くぞ。行ける。くらえ。よし、俺から行く。なんだ。遅れずにお願いします。おりゃ、任せて。一気に行きましょう。もう一撃、行って。はぁ、ラストワン。当然の。邪魔をする。セッション、行ける。くらえ。そこだ。俺から行く。よろしく。続きます。まだまだ。次頼むぜ。そうね。どんどん行こう。もう一撃。次、援護、行くわ。ラストワン。肩慣らしな。この力、受け取って、翼。いいかしら？いいかしら？俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。
さすがだ。いいか、ファンタスティック、とどろけ。やった、フォローミン、つないで。任せておけ。次だ、ヤリ守り。あ、お待たせしました。おりゃ、つないでくれ。絶対決めるね。いいわね。俺だってまだまだ畳を目指せるはずだ。ここは俺の間合いだ。この日を逃すな。誰、そこだ。ついてこられるわね。任せるわ。つなぐ、やらせて。続くわ。次、私だって。今です。次、いただき。つないでくれ。もう一つおまけ。いいわね。上出来だ。このまま行くわよ。キリアさん、大丈夫ですか？ずいぶん苦しそうですが。大丈夫、もう少しで。それで行きたまえ。ここは俺の間合いだ。見抜けないと思ったか。ついてきなさい。気は作ったわ。次、いただき。次頼むぜ。任せて。これで終わり。声援が
熱狂が俺の力に。セッション、いける。それで弱点を攻めろ。痛いわよ。これね、ついてきて。今だ。私も今作ったわ。次、いただき、翼じゃ。絶対決めるね。続いてください。続きます。運命を切り開く。こっちだ。頼んだぞクロム。運命を超える。私に続きなさい。やっちろ。続くわ。行って。さあ、お待たせしました。まだまだ行けか。私だって。行くとするか。よし、これならどうだ。こんなものか。ライブスタート。お願い。おい、だってケイリー続くわ。いいのよ。任せろ。いけるか。任せて。カモリちゃん、カモリちゃんって。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。俺に任せて。準備完了です。やった、やった。悪くない、助かった。はい、しつけ、勝てない。まだまだ。ドーガさん、私に力を貸してください。突撃準備完了です。セッションです。承知。どうだか、頑張ってください。お任せください。マスター、これで決める。まずは俺が。よろしく。仕方ない。あとは任せた。そうね、そうだ、行こう。繋いであげる。
次。おりゃ信じてるぜ。私もバルヌット命中。見事なものだ。これが交番だと。私の出番ね。準備はいいかい？もちろん。セッション、いける。必殺必中。一気にマジが来るわよ。スタートです。おお、閉じるなよ。昔だって続いてください。エンゴ、行くわ。任せるわ。まだまだ。やり、ここで決めよう。続いていくわよ。はーい。あたしの矢は早いわ。狙い通りだ。俺だって今の絶対決めるね。グッ。いけるわね。おりゃ、殲滅完了。努力？才能よ。我が力、受け取れ。やったな。いいか。そうだな。その技で決めろ。イカズチよ、この手をどかすな。私に続きなさい。繋いで。繋ぐぞ。次だ。もう一撃。行って。忘れずに。お願いします。まだまだ。次頼むぜ。そうね。いいわね。俺たちは負けない。任せて。まだまだ通過点。
になる。ひとまずは安全か。イツキ、近い。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、承知したよ。キル、この火を逃す。まずは私から。今よ。遅れずに。トーマさん、続いてください。まだまだ。いけるか。そうね。これで終わり。どうもです。力を貸してくれ。おう、ファンタスティック、特訓の成果を。フォローミー、任せるわ。つなぐぞ、あとは任せた。もう一撃、今よ。さあ、待って、おりゃ、任せて。さあ、私たちの勝ちだね。お疲れ、みんな。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。やったな。どうして、どうしてあいつらは私の前からいなくならないの。どうしてって、それは無理。ここのモンスターは無尽蔵に生成されるわ。それがこの世界の仕組みだもの。どうして私の心からいなくならないの。受け入れればいいんですよ。イツキの言う通りよ。そんなの当たり前じゃない。思いを殺したりなんてできない。簡単に殺せるようならそれは偽物。生きていく限り折り合いをつけていかなきゃいけないのよ。僧侶、キリアさんはどうするんですか。やるわ。私、着ぐるみの仕事受ける。私は可愛いものが好きだった自分から目を背けない。ちゃんと受け入れるわ。パフォーマーが
集まるミラクルステージブルームパレスへようこそ。新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。どんなのができるんだろう、楽しみだね。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。いくよ、レディアントユニティ。総領キリア、はっ、駆け上がるわよ、スターダム。あの、サーリャ。なに。今回のこと感謝してる。そのありがとう。本当に可愛いわあなた。ねえ、思いは殺せないって言ったけれど、あれ嘘なの。そう、私が今研究している秘術を使えば、相手の心を縛って意のままに動くお人形にすることだってできるのよ。で今のあなたとっても可愛いから、お人形にして手元に置いておこうかしら。お断りよ、冗談きついわ。それもそうね、私の言いなりになるあなたなんて想像しただけでもおぞましいわ。失礼なやつ。それじゃあ行ってくるわ、サーリャ。行ってらっしゃい、キリア。今週から MC を担当するのは私、黒猫のクロエ。今週も巷にあふれる可愛いものをどんどん紹介していくよ。今週の可愛いはにゃっと、これ道元ザウルスだにゃん。この道元ザウルス、お台場の大玉でやってるイベント大玉王国で会えちゃうんだ。今日はこの大玉王国をもりもりチェックしていくよ。それじゃあ今日も張り切ってアブソリュートかわいい、イエーイ。アブソリュートお疲れ様です、キリアさん。え？あ、イツキ、来てたの。お疲れ。で、その、どうかな、私の着ぐるみ姿。クロエっていうの。なかなか似合ってました。当たり前でしょ、これでも私プロのアーティストなんだから。そうですね。ねえ、いつき、
私はもう変わることはないと思ってた。この変化はいい変化なんだよね。はい、そうだと思います。そうならよかった。